写真拡大。全3枚。セリーグ、阪神5から0巨人、25回戦、巨人15勝10敗、24日、甲子園今季限りでの現役引退を決断した巨人、阿部慎之助捕手、40が、23日のヤクルト戦、神宮後のミーティングでナインに引退を報告していたことが24日、分かった。球団の公式 SNS が公開した動画によると、阿部は声を詰まらせながら、今年で野球選手としては終わりますけど、まだ野球人生は、僕は死ぬまで終わらないと思っていますと挨拶した。24日の阪神戦、甲子園では9回に代打で登場。藤川から空振り三振を喫したが、球場全体から拍手が起こり、虎党の右翼席からも慎之助コールが。阿部はヘルメットを取って答え、感激ですと、安田学園高時代から憧れだった甲子園との別れを惜しんだ。詳細は未定だが、球団は来季以降に何らかのポストを用意する見込み。原監督が引退後に長嶋監督の下で3年間コーチをしたように、阿部も指揮官から帝王学を学ぶ可能性もある。25日に東京都内で会見を開く。本拠地最終戦の27日の DeNA 戦、東京ドームでは引退の催しが計画されている。ポストシーズンも戦力としてチームに帯同する予定。日本一を自らの花道にする。巨人、原監督、これだけ球場が一つになって応援しているのは愛された選手だなと思うし、冥利に尽きると思いますよ。ポストシーズンも戦力もちろん。4年前に阿部から主将を引き継いだ巨人坂本勇、まだまだやれる中でスパッと決断されてびっくりしている。巨人軍の伝統、勝ちに対する執念を教えてもらった。巨人岡本、球場のロッカーも隣でしたし、ポジションもかぶっていて、いろいろと教えてもらいました。巨人、沢村、衝撃です。まだ続けられると思っていたし、続けられるものと思っていた。今日の段階では受け止めきれない部分があります。捕手として薫陶を受けた巨人、小林、実感が湧かない。巨人がいいチームなのも彼がいたからこそだと思います。野球選手としてのロールモデル。ロッカーが隣同士でいい時間を過ごしました。